はい、おはようございます。本日は6月の16日木曜日かな。時間はフィリピン時間午前9時です。あ、10時です。今から競技場にバレーボールの園に向かいます。ここ、クバオっていう場所みたいですね。何入るかな。何回でもどうかな。ただいまですね、 iPhone 見ると気温31度なんですけども、すごい蒸し暑いですね。なんか日本の梅雨の時期みたいな、湿気を感じます。ここが駅ですね。何駅かわかんないですけど、これファーマーズプラザショッピングセンターですかね。今競技場に着きまして、入り口入ったところでテレビの取材を受けまして、まあちょっとこっち準備がいろいろあるんで早く行きたいんですよね。席に、まあこれも広報活動の一環なので、まあ仕方ないです。はい、スタジアムの中、通路ですね、円形の、なんか日本の球場みたいな感じですね、この通路が。あれ、ここ閉まってる。で、私はこの4番から入ってきます。はい、こちら会場です。もう選手ついてます。
ไปซื้อเซเว่นนะเดี๋ยวค่อยเข้าเซเว่นครับเดินเลยครับインターネットのメール通信、まあ、当時は日本人だったらほぼ yahoo.co.jp だったんですけども、メール通信が普及してきて、スマホが普及するまでの間ですね、まあ、過渡期みたいな時期ですねっていうのはインターネットカフェっていうのが、まあ、外国の
観光地なんかの都市に行くとどこにでもありまして、例えばバンコクでもスクンビット通りでも何軒もありました。でそこで、友達とかに連絡したい時はメールを送ってたんですけども、で、日本語のフォントというのがまあほぼなくて、バンコクなんかですと日本人がそこそこ多いんで、インターネットカフェにまあ大体 2台ぐらい日本語フォントの入ってるやつがあったんですけども、ヨーロッパだとなんかだと、まあまずなかったですね、日本語フォントの入ってるやつっていうのが。で入れてくれって言うと入れてくれたりもするんですけども、まあ、その日本語フォントを入れるのに30分40分とかかかったりして、でそれでやってもやっぱりダメで、ね、文字化けしちゃったり、というか 今の若い人はもしかしたら文字化けすら知らないのかもしれないですけども、で結局メールをですね、ローマ字で入力して送ったりとかですね、まあ、そんなことをしてました。まあ、年代から言うと2000年前後ぐらいの時期じゃなかったかなと思いますけどね。はい、で食事終わりましたので、まあ、セブンイレブンで飲み物でも買ってまたホテルに戻りたいと思います。おい、フィリピンの人というのはあまりパンを食べないんですかね。パンがあれだけしかないですけど、もうその割にはコーヒーが結構あるので、コーヒーと何を食べてるんだ。コーヒーはコーヒーだけで飲むのかな。コーヒーとお菓子とかなんですかね。こちらスナック菓子ですね。で中華まんが昨日行ったセブンイレブンにもありましたけど、すごいですね。日本だと寒い時期にしか食べないというイメージがありますけど、この万年暑い国で中華まんがどれだけ食べられてるのか。まあ、でもあれだけ 品物あるということは結構売れてるんじゃないでしょうか。ビールが、まあ、100円から150円ぐらいって感じですかね、この小瓶で。え、茶みたいな。できない、できない。これペプシかな。39ペソ。空港のセブンイレブンで買ったら確か54ペソだったと思いますけど、うん、キンナムチャーか。セブンね、ああ、だから大変俺もキンね、ああ、それはさ、あれね、オープン。เราไปกินนะวันนี้อิ่มท้องแต่ว่ามันไม่ได้กินอาหารพื้นบ้านจะกินอาหารแบบกินอาหารพื้นบ้านของอะไรนะของฟิลิปปินส์ครับกินปลาย่างปลาเผาปลาเรน